はいのち TV 始まりました全国のドラマファンの皆さんこんにちはこんばんは D のちザワイズはい今回は朝ドラ虎に翼の第10話について話していきたいと思いますはい第10話なんと判決が出ましたねうん。ね絶対に勝てないと言われてたね、えー。着物を、ね、取り返したという感じの回でした ね、権力の乱用という、ね、言葉が出てきました、うんね。なかなか革命的な判決だったのではなかろうかという感じでしたね。うんいやでもね、本当に正義、何が正義かっていうのはね、本当にね、 難しいね、うん、だから弁護士がいて裁判があってねえそういうことをね小学校中学校ねそこでねたくさん教えているといいんですけどねまあそうするとまあ先生と生徒の関係も難しくなってくるのかなと思うんでねだいたい押し付け られてしまうわけですけど、ね、うんはい今回は山田與音がね、うん、大変だと、うん、普段のね他の人たちと違う、うん、感じでしたね他の人はやっぱまあなかなかいいところ出身みたいなね家がまあ お金がある程度ある家で育ってきてる人が多い中山田米さんだけは一生懸命働いて学校に来てるっていう感じでしたねうんその辺がね描かれてましたねうんまあ猪爪ねトラコもねお父さん銀行員でで実際の三よ義子さんも なかなか素晴らしい家庭に育ったという感じですね。まあその辺は現代もそんなには変わってないかなと。ね。どの家に生まれたかでは結構な差がね、あるような気がしますね。ただ今は能力があればちょっとは いいいかなという感じあります、ねまあただ能力がない人がねやっぱ辛いねうん能力ない人はねこう生まれたとこがどこかによって随分違うのかなという感じはしますねうん今回も松山ケンさんね、うん 出てきましたね、うん、今回は重たく出てきましたね、うん、すごいよね松山ケンイチさんは重いのも軽いのもね自由自在に、うん、できるとこはすごいなとねえ、うん、そして、えー、桜井由紀さんのお母さん役が筒井真理子さんねえこのキャスティング 素晴らしくいいいと思いますね筒井真理子さんねこの前あののりさんとナオさんのドラマ出てましたけども63歳ですよいますかあんな63歳が化け物と言ってもいいんじゃないですかね全然53でも43でも通じる いやあ、筒井真理子さん一番びっくりするんじゃないかな、みんなね。うーん。いや、合ってますね、あの、親と子の関係ね。うーん。キャスティングの人、素晴らしい、ほんと。はい、そんな感じで。来週はなんか、いろいろ、ゴタゴタありそうでしたね。中野太郎さんもなんか、争いに巻き込まれてるような感じでしたしね。うーん。はい、来週も楽しみに。 したいいと思いますはい、私 D のチザワイズは、えー、今日、本日、えー、アコースティックのギグがありますんで皆さんぜひ遊びに来てください。ツイキャスの方でね、有料の配信のあれもあるんでどうしても来れないって方はツイキャスの方をご購入をお願いします。3000円となっております。ねうん、そういうので。 よろしくお願いします。ねこの前はあの、リハーサルスタジオがもう閉店みたいなやつがあって、見かけて、昔使ってたリハーサルスタジオがあ。なんかね、寂しい感じありますね。あ,あれ、人口減ってんの音楽人口みたいな。そういう感じはしましたね。 あんか寂しい、ねうん、はいそんな感じです。えー、後で会場で会える方会いましょう。えー、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたバイ。